深夜おや食堂。本日のお品書きは枝豆の天ぷら。皆さんもよろしかったらご賞味あれ。実食。いただきます。深夜にお腹が空いたらぜひご賞味あれ。ごちそうさまでした。ゴッドさん、夕暮れ急な雨音、はぐれた傘がぽつんと嬉しそうに揺れてた。ステップ踏んで街やかにぷつぷつりと柔らかな日常へと帰るよ。明日もきっと迷って笑えるよ。ここから始めよう、いつでもスタートさ。一つが重なり幾多に チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また見てねー。バイバイ。次回を。